おなじみの赤木です。このカプセルみたいなやつの中にネバネバの胞子が入ってます。これがネバネバの元です。じゃあこれを今から茹でていきたいと思います。だいたいお湯の温度は85度から90度ぐらい、沸騰してても全然大丈夫ですけど、それぐらいで40秒ぐらい茹でるのがいいとされてます。いきます。じゃあはっきり言ったら色変わったら OK です。40秒とは言いましたけど、でもちょっとぐらい、中まで一応熱が浸透するようにせめて30秒ぐらいは茹でたいと思います。よし、水でさっと締める。こうやってザルで水を切ります。これ甲殻類ですね。シーモンスターです。こうやってアクがいっぱい浮いてきます。茹で終わりました。すごいです。もうすでにぬるぬるです。ネバネバ。じゃあこれ刻んでいきます。なるべくこういう太い空気は取った方がいいんですけどね、めんどくさかったら全然このままでも大丈夫です。食べれることは食べれますけど、ちょっと食感が悪いです。なんで、ある程度は太いのは取り除いておきます。刻み終わりました。じゃあこれを皿に、器に盛り付けて食べてみようと思います。
ピヤーン。わかりますか？すごい粘りです。半端ないです。いやすごい糸引いてます。ここにネギ、そしてわさび、よし、ネギとわさびをトッピングしました。そう、すごいなこれ。いつもにも増してネッパネパすごいです。おいしい。醤油かけて、かけすぎたらあかんで、さっきかけすぎたよ。あー、ナイス。ネット、豪快に。寝た。餅やな。